ファンクでーす。この間ね、江東区大島の番外地というね、立ち飲み居酒屋へ訪れました。ここはなんとね、メニューね100種類100円でね注文することができます。でね、いろんなねメニューがあるんだけどね、いろいろね食べて行きました。でビールがね、アサヒスーパードライ300円、これを頼んでね、あとはねこんな大塚家具みたいな高級なテーブルの上で食べて行きました。でね、いろんなメニュー100種類100円よそれなんでね、最初にね頼んだのがね、クリームシチューとね肉じゃが、小皿だけどね、これ1品100円ですよ、安っそれでね、200円とか300円のメニューもね、まあ少しあるんだけど、がっつし食べたい人はね、油そば200円、これね結構お腹膨れて美味しいよこれ。でね、それでね、ここにはねなんとサメのね唐揚げもあるんだよ。ファンクがね小学校の時ね、実はねサメの唐揚げね給食で出たのよ、たまにね。だから久しぶりに見たからさ、お願いしますって頼んだんだけど、いやうまいあのね味を濃くしたね竜田揚げって感じ。いや久しぶりに食べたわ、すごくねたまんなかった。そういえばね、今なんかね新しいねブームをね、この間ねバイトのおじちゃんから聞いたのね。ジャージあるじゃん、ジャージの上にね靴下履いてんのよ。でねダサいっすねってファンクが言ったのよ。何言ってんだよファンクちゃん、今ね江戸川区ではすごい流行ってんだよって言うのよ。え、マジっすかって。そのおじちゃんね、あの西葛西に住んでんだけど、なんか西葛西でなんかこのファッションしてる人いるんだって。今じゃナウンですねって言ったらね、まあねって言ってた江戸川区でね、もしね目撃した方はね、ファンクにねご報告ください。今ね流行ってますよっていうことをね、本当に確信したい、うさんくさいから流行ってるはずないじゃない一部のおじちゃんとかおばちゃんだけだと思うよ。それでは久しぶりにこのコーナー行ってみたいと思います。このコーナーでは世の中で起こったね、もう許せないこととかをねどんどんね消毒していくコーナーになっております。それではね、最初の消毒物件はメリー北川、なんでもないですなんでもないです。それではね、最初の消毒物件は家族共有のパソコンのゴミ箱から探し物をしてました。多分父だと思いますが、ゴミ箱の中にはピンクコンパニオンの価格やら、女性が M 字になっているモザイクなし画像やら、人妻中出しプレイなど以前検索したであろうものがたくさんありました。キモくて削除しましたが、削除したらまずいですか。ゴミ箱の中には私が去年裁判資料だけにしてみました。まさかピンクコンパニオンが呼べる民宿まで調べているとは思いませんでした。今日からキモい親父としか見れません。どうすればいいでしょうか。 C2 耳が痛い前にね、ファンクのね、パソコンをね、彼女がね、調べたのね。たまたまね、を調べたらさ、なんでこんなのおっぱいが出てくんだよって、めちゃくちゃね、お前、キモいってめちゃくちゃ言われたのね。生き恥だった。すごくね、生き恥でしたよ。こういうね、自分が調べたものとかね、あとね、保存しといた画像とかね、バレるとね、本当に恥ずかしい。
それじゃあね、あのファン君ね、ともともね、お父さんをね成仏させましょう。お仏は消毒じゃ。私の知らない世界。このコーナーではね、皆さんのね、身の回りで起こったね、怖いね、体験談やお話などをね、紹介していったりするコーナーです。それでは最初のお話は、以前、ツイッターで、有吉反省会が好きで見ていると言っていましたね。YouTube の有吉反省会、大場久美子、和田紗衣奈、2015年2月15日の大場久美子の笑い方が怖いです。とても怖い動画なのでぜひ見てください。アットマーク黒岸さん、お久しぶりです。ファンクのツイッター見てたのね。最近ね、ちょっとね、この有吉反省会ハマってましてね、ファン君見てるとね、つぶやいてたんですよ。でこの回ね、ちょっとね、見たことないんでね、早速調べてみました。怖い。すごく怖いんだけど、あの大場久美子のさ、ファンクラブっていうのを、なんか、あの、個人でやってるらしいのね。事務所は一切さ、なんだ、タッチしてないらしいんだけど、なんか、エケセトラクラブでね、AKB ってさ、年間さ、480円らしいのね、ファンクラブの年会費が。でもね、大場久美子のはね、1ヶ月ね、6000円取るんだって。でね、だからどんなね、あの、なんていうの、その特典があるかっていうとね、ほとんどね、非公開らしいのよ。いや、これ怪しいわ。でね、あの、有吉がね、どんなサービスがあるのとかね、いろいろね、突っ込んでもね、秘密だっていうのよ。守秘義務があるからって。で、事務所もさ、タッチしてないんでしょって、あ、その事務所のね、マネージャーがね、コメントしてるんだけど、すごく心配だって言ってたよ。下手なこと言うとね、なんか訴えられそうだからね、これから先はね、なんかちょっと言えないけど、でもね、もしね、機会がある方はね、見てみてください。いや、本当に怖いから。特にね、大場久美子の笑い、本当に怖かった。あんくね、ガクブルです。じゃあね、せっかくね、久しぶりこのコーナーをしたということでね、この間ね、あの、練馬区でね、すごいね、自販機でね、ちょっと買い物してきたんでね、もしよかったら見てください。詳しいね、住所はね、今回はね、控えたいと思います。まあね、あの、練馬区のね、氷川台、それだけね、お伝えしたいと思います。でね、ここでね、住所買うのがね、すごく怖い。大丈夫かっていう。いや、あのね、ファンクちゃんね、ビビりましたよ。でね、やたらね、鳥かごがあってね、小鳥がね、ピーピー鳴いてる。小鳥ってさ、あまり外で飼わない方がいいんじゃないですかね。これもう、針金とかでさ、固定してるから、常に外で飼ってる感じがするけど、どうなんだろう。でね、なんかものすごいね、吸えた匂いがね、半端なう。もうね、酸っぱい匂いが半端なう。まあ、ジュースはね、普通だったけどね、まあ、いろんな意味でね、半端なう。浜松町のね、日本酒バーでね、なんとね、変わったね、日本酒を発見しました。それはね、蜂蜜が入ってる日本酒です。なんじゃそれと思ってね、早速注文してみました。飲んでみた感想は、この続きはまた次回。今夜ここまで、それじゃねー。
女子クラブが相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ、男ならガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ私は物にできないわよ。